写真拡大。中日阪神14日名古屋ドーム。中日大野武弘投手が名古屋ドームでの阪神戦に先発。7回までノーヒット9奪三振の快投を続けている。試合前まで対阪神戦防御率は4試合に登板し 1.95 と好相性。前日7点を奪われて敗戦した阪神相手に圧倒的なピッチングを披露した。初回11試合連続安打と絶好調のドラフト1位ルーキー近本を空振り三振に取ると、続く2回も北条陽川を空振り三振とすると、3回先頭の高山も空振り三振で3者連続切り。7回にはこの回先頭の大山に7球目が外れて四球を出すも後続は抑えた。打線は2回に阪神の先発望月の暴投で1点を先制すると、2回には福田の犠飛、さらに5回にビシエドの右前的自打で3-0としている。大野オスの7回までの球数は102球となっている。フルカウント編集部